カン・ハヌルは、韓国富山広域市出身の俳優。身長182センチメートル。TH カンパニー所属。中央大学校演劇学科卒業。演劇俳優だった両親を持ち、男二人兄弟の長男として生まれる。幼い頃に演劇に感銘を受けて、俳優を志すようになり、ソウル国学芸術高等学校音楽。演劇家在学中の2006年。 ミュージカル、天井の時計のオーディションに合格し、俳優デビューを果たす。その後、演劇の名門である、中央大学校演劇学科に進学。ラビーダや、スリルミーなど数々のミュージカルの公演を数百回と、経験し、ミュージカルのアイドルと呼ばれ、人気を博す。テレビドラマでも、花盛りの君たちへ、や、相続者たちといった学園ドラマに出演したことで、 広く知られることとなり、2014年、韓国で社会現象を及んだドラマ、未戦未勝マイナスでは、エリート意識の高いチャンベッキ役を演じブレイクを果たす。2017年、パクソジュンと警察学校の学生を演じ W 主演を務めた、アクション映画、ミッドナイトランナーではコミカルな演技を見せ話題を及ぶ。2019年3月、2017年より、 含むしていた中世南道鳥粒子鳥流隊、勤務支援団軍憲兵隊にて、現役含むを終えて、満期除隊した。2019年9月、除隊後の復帰作として、ドラマ、椿の花咲く頃に出演。今、巨人と主演を務めた、この作品で、第56回百草芸術大賞男性、最優秀演技賞を受賞した。本名は、キム・ハヌルであるが、 先輩女優のキム・ハヌルがいたために、カン・ハヌルという芸名になった。高校から地元富山を離れ上京したため、両親の負担を考慮し学費だけは自分で払おうと、学生時代はコンビニやガソリンスタンド、飲食店など数多くのアルバイトを経験した。両親は現在、金峰市で軽ル屋を営んでおり、店の手伝いをする、ハヌルの姿がたびたび目撃されている。 相続者たちで共演したパクシネや少女会談で共演したキムソウンとは大学の同期でもあり親しい間柄である。明るく低姿性な人柄からいい人だというエピソードが絶えず、共演する俳優たちからは美談製造機とも言われている。このことについて本人は私はそんなに善良な人間ではありませんと否定しながらも礼儀を守り楽しく過ごそうということは、 大切にしていると話す。サイド・マサナ・ ABC、演技ハイケメン俳優感ハヌルの、おすすめ、ドラマ六0気になるプロフィールは、ーボード、https コロンスラッシュスラッシュコリア KAIGAI-DRAMA-BOARD.com スラッシュポススラッシュ一一四四 p イコール一二千二十一年四月十六日、閲覧。ABC、 ハンハヌル。i n n o l i f e n e t 2021年4月16日閲覧。ab. 俳優館ハヌルについて教えてください。もっと。コリア。https コロンスラッシュスラッシュ motokorea.com スラッシュ motokoreaw スラッシュ qna.list2? ブッブスバスケットタイプイコール r&、e A. シークエンスイコール57,9352021年4月16日、閲覧。スターインタビューカをはぬる。INNOLIFE.net。2021年4月16日閲覧。AB、まさに眼福エディターがハマった、韓国イケメン俳優15。コスモポリタンプロモーション。2021年4月16日、閲覧。カン、はぬる。 ついに除退。照れた様子で、報道陣の前に、登場、癒された女性グループは、クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。カンハヌル、除退後の復帰作に、椿の花咲く頃を選んだ理由は、台本と、ョ表陣に惹かれ、クスタイル、2021年4月16日へ閲覧。カンハヌルキムヒエ、TV 部門男女最優秀演技賞を受賞イコール。 第56回百草芸術大賞。ワオコリア。2020年6月5日閲覧。カンハヌル。疑うことは、俳優の宿命と話す、大人子供の俳優。もっと。コリア。2021年4月16日へ閲覧。俳優館。ハヌル。両親のお店でバイトする姿がキャッチされる。ワオコリア。2021年4月16日へ閲覧。俳優館。 ハヌル、軍休家に、父の食堂でアルバイト。ワオコリア、2021年4月16日へ閲覧。AB、ラジオ番組出演した女優キムソウン、勘、ハヌルと熱愛の可能性はない。家族のような親友。ワオコリア、2021年4月16日へ閲覧。相続者たちパクシネ、勘、ハヌルとの仲むマまじいツーショットを公開実は、大学同期。 スタイル2021年4月16日へ閲覧。入隊中のカンハヌル、訓練所での元気な姿が公開。ネット、2021年4月16日へ閲覧。ドラマ、椿の花咲く頃制作発表会。ネット、2021年4月16日へ閲覧。人生酒場カンハヌル魅力炸裂れず、一番重要なことは礼儀と思っている。もっと、コリア。 2021年4月16日閲覧、ありがとうございます。